7月12日に急死したタレント、リューチェル、享年27、3の元妻でタレント、ペコ、28、が29日、自身のインスタグラムを更新。息子を含め思い出の家族スリーショットを公開した。ペコは、この写真は、リューチェルがいなくなってしまう2日前、グアムで息子のお誕生日を家族でお祝いしていた時のもの。お誕生日おめでとう、の写真屋から、このリューチェルが本当にいい顔をしていて、とてもとても大切な写真、と書き、思い出の詩。と打ち明けた。さらに、もうそんなに経ったのか、でも、まだたったこれだけしか経ってないのか、でも正直どちらでもないけれど、今日、四十九日を迎えました、と明かした。そして、でも今日息子と一緒に、リューチェルの好きなお菓子や沖縄から送っていただいたマンゴー、リューチェルの好きなお酒、あとリューチェルにといただいたゼリーをお供えしているとき、スプーンも持ってきてあげなきゃと言ってくれたり、息子の自分の写真を置いてや、寝ている息子を見て、涙が止まらなくなった。だって、息子の優しいところはリューチェルからもらったものやから。優しさは絶対に私の遺伝子じゃなく、リューチェルのやから。わら、と伝えた。リューチェルさんの優しさや、息子の優しい性格を紹介するエピソードをさらに記した上で、きっと、お葬式後から今日まで私があまり涙を流していなかったのは、なんとなくリューチェルの存在をそばに感じていたからなのかな。と、四十九日の今日をもって、と心境を打ち、明けた、リューチェルが無事に空につけたからか本当にもういなくなってしまった気がしたのか、だけど目の前にいてくれる息子の優しさからリューチェルを感じたからか、なんでかわからないけれど、久しぶりに涙がポロポロ止まらなかった、とペコ、別に泣くことを我慢しているわけでもなくて、無理やり笑っているわけでもなくて、でもやっぱり胸が苦しくなる瞬間はあって、リューチェルの写真や動画を見れる日もあれば見れない日もあって、だけどこうして前を向けるのは、やっぱり、リューチェルが出会わせてくれた私たちの息子が、目の前にいてくれるから、と前を向く原動力は息子であるとし、乗り越え方も、悲しみとの向き合い方も人それぞれ。私はリューチェルのことを、ほんまにアホやなぁ思うと思うことはあっても、責めるつもりもなくて、ただただリューチェルに安心。して見ていて欲しくて、息子のことは大丈夫だからねと日々思っている。ほんまに私は大丈夫。私の乗り越え方、向き合い方はこれ。私と息子のやり方で、リューチェルを胸に明日からも進んでいく。リューチェル、無事に着いたなら、一休みして、しっかり見守っていてねとなどと綴った。